パトマスジョリス、今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今回激辛シリーズなんですけども、ここ行きたかったっていうお店に来てます。今日はですね、旨辛乾麺荒木屋さんに来ております。はい、ここは蒲田座の、激辛マニア知るぞと知るの名店中の名店でございます。荒木屋さん、早速行ってみましょう。レッツゴー。はっ、はい、では早速やってきたんですよ。一番この定番のメニューがこの味噌、麻婆麺と、はい、これ親切にこれね、辛さレベルがいっぱいあるんですけども、今日はどっちにしようかな。冷やしに、今日暑いからちょっと冷やしに行きますとかね。冷やし麺で一番辛いこの冷やし、大辛肉味噌麺。うん、これはうまそうだ。はい、これをちょっと、注文したいと思います。まあ、どれほどのものかちょっと食べてみたいなと思います。じゃあ早速注文しましょうか。すいません、あっちもいいですか。冷やし大辛肉、この麺と、あと、パンライス。ドン、5、6、7、8、9、10。はい。唐辛子10個、これマックスレベルですからね。しばし待ちましょう。楽しみー。あー、楽しみー。見とこー。お、来ました。おー、来ましたー。おー、うまそう。うん。わあ、いい香ばしいニンニクの香りがします。いただきます。はい、ちょっとお手並み拝見ということで、うわ、ちょっとスープめちゃくちゃうまそうだな。じゃあちょっとスープからいってみましょうか。はい、うん、おー、イエス。ちょっと喉に突き刺すような辛さがあるんですけども、これうまいわ。うん、まっ、僕のこの好みの味付けですね。これ麺は中太麺ですかね。ばっかり染まったこの地獄スープのようなところにつけてみますけども、やっぱりこれ暑い季節はね、これやっぱ冷やし麺に限りますよ。おお、この縮れ麺にこの麺絡みますよ。はい、いただきます。うまい。やんも。おいしいな。この肉も入ってて、肉にもやし、これ豚肉かな？ネギも入ってて、非常に麺と絡みついてる。まあ、うまいですね。これちょっと病みつきになりますね。最初ちょっと辛さに喉がびっくりしましたけど、こう慣れてくるとこうしっかりこのうまさの中に、あの辛みの中にもしっかりうまみがあって非常にうまいです。うん、よく麺に絡みつきますね。こらうまいわ。おお、たっぷりつけだれにこうつけちゃうとこな。おー、この麺が喜んでますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。この真っ赤に染まった、あれうまいわ。辛いですけどなんか癖になります。これたまらんでしょ。これもうな、これね、うわ、うわ、真っ赤にこれもう地獄色に染まってますよ。下に唐辛子が沈殿してるんで、これ、ね、かき回せばより辛さが増しますね。うん、まっ。あっという間にもう麺が終わっちゃいそうなんですけども、はい、うん、まいわ。これね、あれですね、僕結構猫舌なんで、これ、ね、冷やし味噌は嬉しいですね。暑さに気を取られずにこの集中でいけますね。麺がよく絡みつきますよ。
唐辛子相当量入ってるんですよ、これ。ほら、残りの麺をすすっていきたいと思います。いきます。じゃあちょっとここで一発いっときましょうか。ここで来ました。塩きた。どどどどど。今日もびっちょこしゃびっちょこ。熱い。うまい。本当やみつきになりますわ。うまい。せんじゃなくてこれね、中毒性ありますよ。でこれ今ね、これ今麺食べ終わったんですけど、これ、ね、スープ余ってると。これねスープを残すのはもったいない。というところで。この半ライスを注文して、この残りのスープも全部美味しく食べていきたいと思います。これね、全部飲みたい。じゃあちょっとここのライスにこのスープを付け合わせていきますよ。ライスが回るわ。もうご飯も秒殺ですよ。合うわ。ご飯も秒殺ですけど、お肉も結構な量入ってます。これは美味しい。残りのスープは男らしく、飲み干して、最後この激辛対決に、キリをつけたいと思いますけども、下に行けば行くほど辛い。じゃあ行きます。いただきます。ごちそうさまでした。汗止まらんわ。もうサウナ状態ですけど、はい、ということで冷やし大辛肉味噌麺、食べ終わったんですよ。初めて食べたんですよ。非常にこれ、もうこれ僕が好きな味ですね。これマジで美味しい。それでは辛さレベルの発表をしていきましょう。旨辛タンメン荒木屋さんの、冷やし大辛肉味噌麺辛さレベル、じゃらら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 ら、じゃじゃん、辛さレベル7です。おめでとうございます。辛さの基準的に辛さ8以上、辛さ9とか10になるともうちょっと旨味動向というただただ辛いという感じになるんですけども、非常に、旨味も感じれて辛味も感じれる、非常にやみつきになる一品です。でやっぱりこれからの季節、暑くなってきますから麺を冷やしたところにこうつけ麺で食べるスタイル、これはおすすめですわ。これはうまい。これ初めて食べる方、いきなりこのスープからいくとね、あまりの唐辛子のちょっと辛さの刺激にね、喉をやられるかもしれないですけどね、まあでも慣れてくると非常に、やみつきの、これ中毒性ありますね。美味しかったです。はい、激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんでフォローお願いします。いやー夏は冷やしだね。チャンネル登録